交通機関の喫煙規制では、交通機関における喫煙規制について、日本と各国の状況を述べる。日本においては、保安、防災上の理由や、健康増進法により、受動喫煙を防止する努力義務が課せられたこともあり、交通機関の禁煙化が進んでいる。禁煙タクシーも増加している。なお、禁煙箇所で喫煙した場合は、 鉄道営業法などの法令違反として強制的に下車させられる場合もあり、特に悪質な場合は現行犯逮捕されるケースもある。また、2010年代後半以降急速に普及している加熱式、タバコ、電子タバコについても全面的に禁止する交通機関が多い。日本の鉄道においては、過去には車両の一部座席を禁煙として禁煙席を設置したり、 編成内の特定車両を禁煙として禁煙車を設置する列車もあったが、現在はほとんど見られない。一例として、2002年12月のダイヤ改正までは、当時常磐線の特急、スーパー日立に使用されていた651系の基本編成の4号車グリーン車の一部に喫煙席が設定されていた。日本のタクシー、バスでは、 旅客運送中の運転手の喫煙は禁じられており、西免許の学科試験にも出題される。改装運行中は差し支えないが、口実のように禁煙化が進んでいることもあり、ある種のきっかけ問題である。アメリカ合衆国のアーカンソー州、ルイジアナ州、カリフォルニア州では、自家用車であっても子供の乗る車内での喫煙は禁止されている。 2 4系開放式衛身台車内に設けられている喫煙室1886年4月、列車ごとに中等車1両は禁煙とするよう定められた。1908年10月1日より、鉄道庁は東海道本線、横須賀線の新橋横浜、高津、横須賀間の急行列車に喫煙室を設けた。その後喫煙室は廃止され、日本国有鉄道時代は、 通勤軽車両を使用する列車以外では全車両で喫煙可能であった。特急や急行はもちろん普通列車でも、関西の快速、新快速を含め、中距離電車の車両には灰皿が設置されていた。列車火災防止の観点から、夜行列車や大都市圏を運行する国電、または大都市近郊区間を運行する普通電車、各駅停車では禁煙となっていた。 東京周辺の例では、東海道線は東京平塚間、東北本線は上野小山間が禁煙とされていた。横須賀、総武快速線はこの区間に指定されており、全面禁煙となっていた。このため、同区間を運行する113系線番台には、灰皿が設置されていない車両があった。関西地区では、東海道本線、山陽本線の西明石京都間や、 大阪環状線、阪和線、関西本線などが禁煙であった。横須賀、総武快速線と同様に、関西本線の113系にも、運用区間が全面禁煙であったため、灰皿が設置されていない車両があった。1976年、新幹線、小玉の16号車に禁煙車が初導入された。1980年に、 国鉄や日本線売公社を相手取り、列車内の禁煙化を求める、禁煙検訴訟が起こされたことを契機として、禁煙者設置が本格化した。1987年4月の国鉄分割民営化後は、旅客サービス工場の動きも相まって、同年7月には、山手線の原宿駅、目白駅で終日禁煙が開始された。1 9九十年代以降は、 優等列車全車両の半数から70%が禁煙化された。また、普通列車においては1992年、JR 西日本岡山、広島支社管内で、車内全面禁煙化が行われたのを皮切りに、1997年3月に JR 東日本、1998年10月に JR 東海及び JR 四国、 1999年3月に JR 九州2006年3月に JR 北海道管内において車内全面禁煙化が行われ一部の夜行列車と一部列車のデッキ部を除いて普通列車内で喫煙はできなくなった2000年代に入ると2007年3月のダイヤ改正では JR 各社が大幅禁煙化に踏み切った2009年6月には航空機 高速バスとの競合が激しい東海エリアや西日本エリアで新幹線、新台列車、四国の一部列車を除いて全列車禁煙となった。その後、2011年3月のダイヤ改正で四国の列車も全列車禁煙となった。JR グループでは2009年に駅構内の禁煙化を強化し、JR 東海は3月14日に在来線をすべて禁煙とした。 JR 東日本は、首都圏一部駅のホーム上喫煙コーナーを廃止し、東京地区で2009年4月1日以降は、所定喫煙ルームを除き駅構内すべてを、禁煙とした。JR 東日本はさらに同年10月1日に、首都圏内禁煙区域を拡大した。その結果、神奈川県内全域の新幹線ホーム以外と、東海道本線の東京から神戸まで、 全駅の在来線ホームが禁煙となった。JR 西日本は2009年7月1日に、京阪神地域近郊区間251駅を、新幹線ホームを除き禁煙とした。JR 九州は2012年4月1日に、福岡と北九州都市圏在来線駅構内で、博多、小倉両駅の喫煙ルームを除き禁煙とした。 JR 北海道でも2014年8月30日より札幌県の駅構内を全面禁煙とした。2019年時点で列車内の一部で喫煙できる場所が存在するのは東海道、山陽新幹線と九州新幹線、在来線では285系運用による寝台列車のみである。私鉄の場合は主に都市部で通勤停電車や それに純ずる車両を用いる大手私鉄や地下鉄などは禁煙で JR 中距離電車に匹敵する運行距離の列車でも原則禁煙となっている。2000年代以降は JR 同様専用車両を用いる優等列車でもほぼ全面禁煙となり喫煙ルームは唯一近鉄特急が設置している。関東地方の大手私鉄と新京成電鉄、北総鉄道は 健康増進法が施行された2003年に喫煙場所を全廃して駅構内を禁煙としている。つくばエクスプレスは2005年開業時当初から駅構内禁煙であった。伊豆急行は2009年10月1日に駅構内にある喫煙コーナーを撤去し全駅で全面禁煙化を行っている。中京地区は名古屋鉄道が2005年1月29日から 九州地区は西日本鉄道が2010年3月27日から、関西地区は2011年から、南海電気鉄道、山陽電気鉄道、神戸電鉄、北上急行電鉄、大阪府都市開発、阪神電気鉄道が、駅構内をすべて禁煙とし、阪急電鉄、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道は喫煙場所以外で、駅構内すべて禁煙としている。 第三セクター鉄道では、IGR 岩手銀河鉄道が2011年9月から、駅構内をすべて禁煙としている。路面電車、モノレール、新交通システム、トロリーバス、ガイドウェイバスの軌道や、大阪メトロ等、軌道線として特許された路線は、軌道運輸規定で、車内喫煙が禁じられている。大阪市営地下鉄や神戸市営地下鉄は、駅構内は、 全面禁煙で、駅長室や駅倉庫などに、職員用喫煙所が見られる。火災予防観点から、長大なトンネルを含む、地下鉄道構内は全て禁煙であった。それ以外の鉄道駅構内では、禁煙タイムを、ラッシュアワー中心から銭営業時間帯へ広げ、喫煙場所を限定して、分煙を図っていたが、2000年代以降は上実の通り、 喫煙場所を廃止して終日全面禁煙とする鉄道事業者が増えている。喫煙場所設置がない禁煙駅構内のタバコ販売は従来からの経過措置で許可されている。第34条静止を許せずして左の性をなしたるものは10円以下の過料に処す一停車場その他。 鉄道地内救援禁止の場所及び救援禁止の、車内におて救援したるときただし罰金及び、過料の被体等を物価変動に対応させることを目的とした罰金等臨時措置法第2条第3項に、過料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとするとあることから、現在の刑法第17条が適用され1000円、以上1万円未満の過料となる。 第19条起動係員の生死に端子左の性を試したる母30円以下の罰金また墓料に、所す3喫煙禁止の社内におて、喫煙、したるときこの条項は、起動法からの直接の委任がないため、遅くとも1947年12月31日をもって、執行とされているが、条文は削除されていない。第条第条の規定に違反して、 喫煙禁止区域において、喫煙をした者は2万円以下の過料に処する。神奈川県条例では、以下の交通関係施設を第一種禁煙施設に指定している。第一種禁煙施設では喫煙所以外での喫煙を禁じている。交通機関に関する施行日、2014年4月1日、罰則適用開始日、2014年10月1日第16条何人も、 受動喫煙防止区域において喫煙してはならない。第25条第16条第1項の規定に違反したものは2万円以下の過料に処する。兵庫県条例では以下の交通関係施設を受動喫煙防止区域に指定している。受動喫煙防止区域では喫煙所以外での喫煙を禁じている。同条例の施行により、兵庫県内の鉄道駅はプラットフォームを含め、 完全禁煙となる。現在、喫煙席が残る在来線優等列車はサンライズ・出雲とサンライズ・瀬戸のみである。以前は座席のリクライニング禁止と同じく事故防止を理由に離着陸時のみ禁煙で、巡航中は喫煙化であった。しかし分煙化ができない航空機は、非喫煙乗客からの苦情が絶えず、1980年頃から、 喫煙席は徐々に減少していった。1999年に国際民間航空機関韓国に乗っ取り、全日空と日本航空が全面禁煙を開始した。2000年に北海道国際航空が喫煙席を導入する試みを行ったが短期間で廃止されている。また国際線でも2001年のエールフランスを最後に日本発議路線はすべて禁煙化された。 喫煙席があった時代でも、葉巻やパイプタバコは、その強烈な香りのため全面禁止だった。2004年1月15日より、改正航空法が施行され、航空機のトイレ内での喫煙に対し、機長が中止を命じることができるようになり、中止に従わない場合は50万以下の罰金に、処せられることになった。ドイツでは2006年に全席が、喫煙席という内容で、 デュッセルドルフナリタ間の運行が計画されていた。ロンドンに本社を置くスモーカーズ国際航空が運行主体となる予定で社長がヘビースモーカーとのこと。日本の健康増進法に定触する可能性があり結論は出ていなかった。結局この計画は頓挫した模様で会社のウェブサイトも閉鎖されている。かつては鉄道車両同様にロングシート車は禁煙。 クロスシート社は喫煙化であったが、1975年頃より近距離路線バスが禁煙となり、長距離路線も禁煙化が早く浸透した。九州の高速バスでは1980年代から禁煙席が設けられたが、分煙化ができないという問題があり、後に全席が禁煙化された。現在は日本国内の定期路線バスは長距離路線も含めて禁煙である。また、 観光バス使用者でも灰皿を設置していない車両もある。禁煙表示されたバスの車内で喫煙すると道路運送法28条違反となり、同法104条3号により20万円以下の罰金に処せられる。佐治奇跡は防災上の観点から禁煙としている船舶が多い。個室については各船会社で対応が分かれている。 また、船内に喫煙室を設けている船も多い。船内レストランは、分煙禁煙で対応が分かれる。禁煙に指定されている場所での喫煙は30万円以下の罰金に処せられる。神奈川県内を保持、または着地とする客船は、神奈川県条例が適用され禁煙とされる。神奈川県条例に違反した場合は、2万円以下の過料となる。 タクシー車内の禁煙化は認可制であったのが、届出制に変わり、その地域における禁煙者の割合が90%以上であれば、屋外表示等での表示義務がなくなったことから、都道府県単位での実施が増加、2011年7月1日付で、全都道府県で実施となった。ありがとうございます。